武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは学習院大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、理科がですね、もともとここはですね、大問の中で選択問題があるような、形で、まあ生物以外の理科とも、ミックスで選べるような形式になってたんですが、2016年の、入試からはですね、それができなくなって、理科、物理とか科学とか1個を選択して受ける形となりました。で、生物ですが、時間90分、ですねに対して、問題の量がですね、割とそこまで量多いわけじゃないんですけれども、記述、図書いたりする問題、それぞれ出てきます。論述問題も出てきますね。なので、やはりちょっとそういった部分の練習をしとかなきゃいけないということですね。特に、センターしかやってないよみたいな、場合には、この辺の記述対策はしっかりしておきましょう。参考書としては、理系標準問題集など1冊、仕上げていれば十分対応できる、問題であると思います。ただ苦手範囲はまず作らない、そして記述で書けるっていうこと、ここはしっかり意識を、するようにしておいてください。一部ちょっと難しいなっていうのは出ることありますが、それが出たとしてもそれ以外の部分で合格点まで届かせることは十分できる難易度、にはなってますので、なのでその分基礎的な部分で取りこぼしてそっちで取らなきゃいけなくなるっていうことが起こらないように、することだけ意識を、向けるようにしてください。学習院の、特徴としては、全体的に何というか知識そのものというか問題難易度、自体は基礎であっても、要求されること自体は総合力を問われるものが、出る、傾向にありますので、基礎の内容であったらどんな形式であろうと対応できるっていうように、心がけて学習するようにしてください。以上が学習院大学の生物の勉強となります。